はい、今日はね、ちょっと大事な話っていうかね、これからのお話をしたいと思います。ですね、まあ私の動画を見ていただければわかります通り、まあね、ホビーということで、まあジャンル問わず様々なものを紹介しております。はい、ドラゴンボールとかワンピースとかそういうのを紹介してるし、あとはもうガラッと変えてね、ガンダムとか、あと仮面ライダーとかね、ウルトラマン、あと、まあ、最近ね、美少女フィギュアとか、そういうのもね、紹介し始めたんですけれども、ちょっとね、あまりにも、ちょっとジャンルがごちゃ混ぜになってる感があるんで、ここで一旦整理整頓しようと思ってます。はい。なので、これからは、このチャンネル、コズの趣味部屋、ホビー総合チャンネル、まあ、名前忘れたわ。それを、このチャンネルはもうジャンプ系列、はい、ジャンプ系列のフィギュアとかグッズの紹介のみにしたいと思います。はい、要はまあ特化型ですね。普通にドラゴンボールのフィギュアのみを紹介している方もいれば、他にね、ああいう呪術廻戦オンリーの方もいるし、ワンピースオンリーの方もいる。そういう人たちっておのずと私より全然チャンネル登録者数が上なんですよ。まあそれはなんでかって言ったらもう特化してるから。はい、要は先端が尖ってるわけですよ。まあ例え悪いかもしれないんですけど、視聴者さんがスポンジだとすると、スポンジに突き刺さるのは先端の尖ったものですよね。はい、でも私の動画の場合はジャンルが幅広すぎて、要は例えるならばもうフライパンなんですよ。はい、もう大きい、うん、面積が大きいんですよ。なのでフライパンでスポンジを叩いても何の跡も残りません。なので今回からは、まあやっぱね、自分はちょっと一つのその作品っていうのはね、ちょっと怖いんですよね。もうすでにやっぱいるんでね、その特化型の人が。なので、まあ、ドラゴンボールだったらドラゴンボールだけっていうのはちょっと自分には冒険できないんで、なのでよく自分が紹介しているのはやっぱジャンプ系列なんですよね。うん、だったらジャンプ系列であれば、まあ作品はいろいろありますよね。はい、なのでまあ自分の場合は幅広く、要は例えるならばね、特化型の人、ドラゴンボールとかワンピースとか特化型の人はアイスピックですよ。はい、要は先端が尖って太いアイスピックで、私の場合はジャンプ系列のフィギュアっていう風になるので、まあ、例えるならば、ケンさんです。はい。まあ、ケンさんってね、わかりますかね？わかりますよね？普通にお花とかね、生け花とか植えるような、ああいうやつをイメージしてくれれば、わかりやすいかと思います。はい。なので、スポンジに当てると、もちろん刺さりますよね。はい。まあ、刺さるけれども、深くは刺さらない。はい。アイスピックの上にズサッと貫通するぐらいの威力はないけど、幅広く突き刺さる。まあでも深くは突き刺さらない。うん。まあ一長一短なんですよ。どっちもですよ。うん。アイスピック型も、剣山型も。はい。なので私の場合はね、今までがフライパンだったんで、全く突き刺さらないんで、まあなので、自分の動画を見返すと、やっぱジャンプ系列のフィギュアが多いんでね、だったらジャンプ系列っていうね、ちょっと幅を、まあ、狭めて、うん、でも突き刺さるようにっていう感じで、ジャンプ系列フィギュア紹介チャンネルとして、
これからね、動画をアップさせていただきたいと思います。なのでね、まあ仮に美少女フィギュアとかガンダムのフィギュアとかそういうね別のジャンルになった場合はもう一つのチャンネル、もうすでに解説してるんですが、こちらの方でね紹介が遅れてしまった動画を上げるように解説したチャンネルがあるんですけれども、それ全く登録者いないんですよね今、はい、もう一桁なんで、そのチャンネルを使いたいと思います。そちらをホビー総合チャンネルとして、使わせていただこうかなと思ってます、はい、なのでできればねどちらも登録していただくのがいいんですが、まあ前々からね、うん、もうジャンプのそういうフィギュアだけにしてほしいっていう人がいたらもうこちらのチャンネルだけでもいいし、まあ、ガンダムも見るの期待してたっていう人はね両方チャンネル登録してください、はい、なのでねこれからはそういう感じで、動画をアップしていきたいと思いますんでね、これからもぜひね応援よろしくお願いしますということで、今回お知らせということでね、うん、この辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。